今皆さんですね、配信者でリスナーにグッズの件でお金が発生してるにもかかわらず全然対応してくれないんで相談させてくださいっていう DM が来たんで、まあ、今回その件について触れていこうかなと思います。今日本語喋れてました僕。ダメだったよ。今のうちにチャンネル登録。6月15日グッズを頼む。7月11日いろいろ手違いや諸事情があり発送が遅れるとツイート。7月19日リスナーのツイートに今月中7月には届くとリプ。7月19日宛先や個数を間違えてたからグッズを回収し直したとツイート。7月31日発送した発言、過去届いていない。8月4日こちらが返金してほしいと DM をする。週明け8月9日の週にはアマギフか iTunes にて返金すると DM が来ると。8月4日配信に来ていなかったリスナーの子に DM で何回も住所を間違えてる子がいてグッズを紛失し再発注して梱包し直したから遅くなったと来る。8月4日8月6日には全員発送するとツイート。8月15日週が終わっても返金対応がなかったため DM をする。返金を求める人が増えてから春夏等ではなく現金での返金を考えるため8月12日必ず返金すると DM が来る。8月16日他リスナーに明日発送すると DM。 8月24日相手がコロナになる。8月27日リスナーの月どうなったんだろうというツイートにコロナが移るからとリプ。8月30日リスナーが返金してほしいと DM すると返金対応の受付はもう終わってると DM が来る。対応するのはいつからいつまでというツイートはなかった。未だにグッズも届かず返金対応もなくそれに関するツイートもありません。明日発送すると言ったのにコロナが移るからと言ってるのに荷物はまだ家にあると思います。グッズを発送してもリスナーの住所が間違っておりグッズが全て手元に戻ってくると言っていました。 2,3 回くらい住所が間違ってる子以外のグッズを先に送ればいいのにどうして全部一気に発送しようとしてるのかが謎です。また同じリスナーの子が何人からグッズ等の詳細をツイートしてくださいと DM してもツイートもされず無視をされていると。まあいろいろ理由付けてグッズを送らないらしいんですよ。ちょっと今からその被害者の方と通話していこうかなと。じゃあ今回配信者の方に、まあ、グッズを頼んだにもかかわらず、まあ、買ったのかな正式には。はいはい。じゃあどんぐらい届いてないですか期間的には。まあ、文面見た感じで2ヶ月ぐらい6月15日に頼んでそれからずっと発送するする言ってずっと来てない。しかも最終的にはコロナになったって言い訳してるんですもんね。はい。うわ、まあ、私はコロナになってそういう対応するのは分かるんだけど、まあそしたら7月16日遅れたよなっていう。で今回はまあできればそれを送ってほしいって感じかな。それとも返金を求めてるんですか。私は8月4日に返金を求めてて、でそれからなんか返金しますってもされてなくて、グッズ届かないでお金払っちゃってんだったらもう詐欺成立しちゃってるからね。森戸さんがずっとグッズ送らないと。配信はしてたんや。その配信のコメント見ると、なんか仕事に復帰するみたいなコメントがあって。はい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 。だから多分仕事には復帰してるんじゃないかなって思うんですよ。8月1日に、もう一人のリスナーさんより早くなんか返金対応お願いしたんですけど、なんか7月30日に発送したってきたんですよ。はいはいはい。なんですけど、まあ、多分その前の発送連絡で多分ブースって1回しか発送連絡が送れなくて、で発送連絡も来てなくて7月30日に送ったって言ったのにまだ来てないんですよ。だからワンチャンだけどグッズもともとない説ない。それも考えたことあるんですよ。他のリスナーの子がそれ言ってて。だってさ1個でも届いてる人いるんですか。多分ないと思う。あ、今リトくんいます。ポケレスフォローバーしたんで急にフォローめっちゃ来て焦った。よかったら自己紹介いけ自己紹介いけ。ポケレスです。ポケ画面さんの DM 見てくださいすみません、はじめまして。あ、はじめまして。グッズの件でいろいろ相談来てまして、はいはい、お金を払ったのにかかわらずグッズが未だに届いてないって相談が来たんですよね。あ、もうそれに関しては事実なんですけど。あ、で返金対応もなんかそんなこと書いてないから返金できないみたいなのも言われたらしくて。そんなこと書いてないから返金できないですかね。書いてないっていうのは返金対応、返金対応の僕がするよって言ってる期限のうちに言ってきた子には返金しますっていう連絡をしたんですよ。ツイートとかしましたか。あ、ツイートじゃなくて配信で言ってて。そこはツイートしないと見ない子もいると思うんですけど、それはまあ僕のまあもちろん不手際っていうか、はいはいはい、っていう部分は理解してるんで。じゃあグッズはいつ送るんですか。送ろうと思ってたんですけど、はい、中に住所が違う子がいたんですよ。あ、いやいや住所違う子はじゃあ別として住所合ってる子に送ってあげないと。あ、それでこちらの住所を開示もちろんできないじゃないですか。で僕手送りなんですけど、まとめてじゃないとこっちに帰ってこない。なくなった時に郵便局的に紛失した場合はまとめた時にじゃないと帰ってこないっていう説明を受けて、1回目が帰ってこなかったんですよ。発送者にもかかわらず、はい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 。でそれで僕が予備で自分に足りなかった分も含めて
グッド作ったんですよ、改めて。これで遅れるねっていうのをみんなにはまあ伝えてて、理解をしてもらってたんですよね、最初。いや、あの、まとめてじゃなくても帰ってきますよ。郵便局で出さなかったんですよ、最初。僕、ポストから出したんで。いや、郵便局で出せばいいじゃないですか。あ、なんで2回目それを僕が次はやったんで出したんですよ、はい、郵便局。はい。また、まあ、それで違う子がいたんで帰ってきたっていうので、その子に確認取って送るねの段階で僕がコロナになってしまったんですよね。はい。でもなってしまったら送れないじゃないですか。てるんで今治ってるんですよね。あ、今治って隔離が終わったんで、そのグッズを消毒して出すっていう話を追悼しようと思って今下書きを置いてるんですよ。えでみんなが見る時間に追悼しようと思って。いや今しましょうよ。今したら全員見ますから。これ終わり次第すぐ。いや終わり、今してください。で発送していくのでじゃなくて日付決めた方がいいと思うんですけど、だってあなたもう 2,3 ヶ月以上待たしてますよね。もうお金が発生してるんで、全然あの被害者たちが警察に届け出ようと思ったら詐欺成立しちゃうんですけど。あ、じゃあ日付今決めます。決めてなかったんかい。もう 2,3 ヶ月待たしてんだから、この何日までには発送して、この何日までにはグッズを買ってくれた人の住所によっては時間が異なりますが届くようになりますみたいなツイートもしないと。だってあなた配信する余裕あるならそれ早めにできたでしょ。今俺に言われてツイートしたでしょあなた。いやでも下書きは置いてたんで。いや置いてたならじゃあツイートすればいい。なんでしなかったの、配信してたの。配信してるのが仕事終わりの深夜やったんですよ。いやみんなが見る時間関係ない。いやだって急にフォローめっちゃ来て焦ったん、よかったら自己紹介とかしてねってツイートする前に今のツイートするやろ。僕の不手際で申し訳ないんで。不手際っていうかリスナーさんが怒ってるんじゃない。だから返金対応もしてほしいって言われてるんじゃないですか。返金そのしてくれって言ってる頃にはもちろん返金するんですけど、それを期日を言ってたんでしっかりその期日を守って言ってくれた頃には返金するよっていう対応はしてるので。え、期日がその配信で言ってたんだったら配信その言ってなかった子に分かんなくないですか。そうなんだよね。すみません、これあんま最悪な状況なんで考えたくないですけど、グッズ難易度がないですよね。あ、もちろんあります。なんでそれ疑われるのは僕の目的はなんで、今日家帰り次第グッズが手元にありますっていう写真は撮って、じゃあ載せます。あ、じゃあツイートしてください。はい、それは、はい、でもう一つは、まあ、ぶっちゃけ僕がお客さんだったら、はい、この日まで送られるって言われて買ったのかかわらず全然送られてこなくて、で最終的にその対応も全くされなかったら返金してほしいタイプなんですよね。それって今から返金対応してくださいって言ってくれた子には返金するんですか。正直そこまであんま考えれてなかったんですけど、今まあこういう話になってるんで、これはしっかり返金しようっていうかしないといけないなと思います。あ、返金対応はじゃあ期日とか関係なしにしてくれるときはしてくれるんですね。そうですね。うん、じゃあ今その趣旨もツイートした方がいいんじゃないですか。期日関係なしにしてほしい方は DM で買ってくれた証拠と返金対応いたしますってツイートもした方がするんだったら、それツイートした方がいい。あと8月30に私には発送したってきたんですけど、うん、他の子には8月6日に発送するってきてるんですよ。だからバラバラに送ってるんじゃないんですか。あ、だからその今回その早く送ってくださいって言った子たちにはバラバラで送る措置を取ったんですよね。え、なのに届いてないんですよ。あ、それは返金対応って言われた子たちに関してはいつも送らないでおこうと思ったんで、郵便局に電話して返してくれって言ってるんで。え、それは DM と違くないですか。DM だと、あ、そうですね、 DM では送って一応グッズもプレゼントさせてもよろしいのでって言ったんですけど、正直僕からしたら、まあ、渡すときに返金はもちろんするんですけど、グッズをただで渡す意味はないじゃないですか。いや、女の子たちが言ってんのってまとめて発送するってあなた発言してましたけど、なんでバラバラで送るっていう風なツイートもしなかったんですか。それがだから早く送ってくれって言った子たちに関しては、そのいつ届くんですかとか、早く送ってほしいですって予定があって受け取れないので、それまでに送ってくれると嬉しいですって言った子たちが何かいたんですよね。で、しかもなんでその子たちじゃあグッズ届いてないの。だからそれを出した時に、その子たちはそのバラバラで送ってほしい子たちは日付をまとめて先に出したんですよ。はい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 。早く送ってほしい組でまとめて出したんですけど、うん、その返金対応の子たちに送るのがおかしいんじゃないのかっていう、その僕の活動者の友人たちの話、送るのは必要ないんじゃないって、お金を返すのであれば必要ないと思うって言われたんで。あ、なるほどね。あ、僕がプレゼント届いてしまったらプレゼントでいいよって言ったんですよ。あー、先に送っちゃってで返金しちゃってってことね。で、返金対応の子がいたんでそれを返してもらったんですよ、グッズをね。グッズを、はいはいはい、なんでそれで送れたんです。なんでその子たちに早く送ってほしいですって言ってた子たちには、ごめん、そういうことがあったからもうちょっと時間かかってしまうねっていう DM を送ってます。もともと8月までに届くって言われてて DM したんですよ。なのに7月30日に発送したんですよ、うんうんうん、でなんかその時に8月までに届かないから返金対応お願いしたいっていう DM をしたら、なんかそう来たんですか。じゃあそしたらあなた嘘ついてることになるよね。そのだって届いてないから返金対応してほしいって言ったわけだもんな。そうだから8月までに届くって言われてたから、
なのに7月30日にまず発送してるんですよ。それがおかしくて。まあ、とりあえず今分かってるのは、グッズがまず全員に届いてないって事実なんだよ。まずそこなんだよ。まず届いてないから、あなたが送った送ってないの以前の話なんだよ。そうですね。それはまあ僕の不手際。でも、不手際男？本当に。ずっと不手際言ってるけど。いや、だってもう不手際としか言いようがないじゃないですか。いや、言いようがないって開き直られても困るんですけど。開き直ってはないんですよ。いや、直ってるよ。僕からはもうその不手際を謝罪することしかできないじゃないですか。え、できないじゃないですかじゃなくて、まあ、謝罪することなんて口ではいくらでも言えるんですよ。で、俺らが言ってるのは。その対応するのは、今後の自分の行動なんで。じゃあ、あなたの今後は、ちゃんと返金対応プラスグッズも送るんですね。9月15日までに発送するんですね。あ、そうですね。それが自分のできることなんで今ツイートでしたんですけど。え、てか思ったんすけど、隔離が今終わったって発言されましたよね。はい。なんで9月15日まで伸びるんですか？明日にでも発送するべきでしょ。いや、消毒ができないじゃないですか。消毒9月15日まで時間かかります？自分でやるのが、やっぱり怖いじゃないですか。リスナーの方にそれで僕がコロナやったからグッズ送ってそこから移りましたとかなるの嫌なんで、はい、なんでそれをちゃんと業者に頼もうと思ってるんですよ。あ、業者がやってくれるとこあるんよ、ちゃんと。知り合いにいて、店とかを所属する人とかいて、それでグッズの、まあ、周りの梱包であったりそういうものの所属をしてほしいんだけどできますかっていうお願いを したんですよ。いや、そんなにグッズ触ったんですか？コロナの処理中に梱包を入れ替えてるので、コロナになってることを知らない間に。うん。え、じゃあ9月15日に全部発送するんですよね。はい。じゃあこれ思ったのが、届かない子もまたいると思うんですよ。また届かないってなったら、そしたら返金対応はしてもらうことになるんですけど、じゃあ返金はどういう風に対応するの？返金が現金のサイトを使えるのであれば使おうと思うんですけど、現金の場合は iTunes もしくは Amazon ギフトカードを、でそれでも現金っていうか口座を教えてもらって振り込むっていう形でやる感じです。だそうですよ、当社の方たち。はい、把握しました。で、ちなみになんですけど、9月15日までってことは15日より早くに発送される可能性もあるってことですかね？そうですね、消毒が早く帰ってこればもちろん。じゃあもうそこら辺も、じゃあもうあれね、随時サブアカでじゃあツイートしていきましょう。あ、はい、発送したら郵便局でなんかその領収書みたいなもらえるじゃないですか。もらいます、もらいます、はい。それを写真撮って送ります。あ、もうそれも送るとかツイートしましょう。そういうのも全部含めて、はい。申し訳ないんですけど、班から仕事が始まってしまうんですよ。あ、わかりました。じゃあまた何かあれば僕が DM で送るんで。わかりました。はい。いや、でもよろしいですかね、すいません。オッケーっす。はい。あ、なんかあります？いや、そうですね。今回グッズの件でリスナーの皆さんに不安と信頼を失うような行動をしてしまったことを本当に申し訳ないなと思いますので、今後の自分の活動であったり、このグッズの対応等で取り返せるものをしようと思います。はい。あ、じゃあすいません、はい、じゃあお時間あると思うんで、じゃあありがとうございます、出てくださって。すいません、申し訳ないです。はい、大丈夫です。すいません、頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございます。今のうちにチャンネル登録。え、で俺が言ってるのはあれですよ、本当はね、74時間経ったらグッズ発送できるんですよ。菌死んでるんで74時間経ったら。はい、はい、でも今言い訳して業者とか言ってたじゃないですか。はい、僕多分単純に梱包作業とかしてなかったと思いますよ。時間稼ぎだと思うんですよね。だから9月15日までにやりますっていうことで15日までの期限を設けたと思う。まあ正直それで返金もグッズも何もなくなったらもうパーじゃないですか。もともとこの人が言ってんだったら、じゃあ15日まで待とうっていう意味で話乗ったんですけど、たまにね、追い詰めすぎて、ね、アカウント消す人もいるんで、まあ、なんでとりあえずこの人が9月15日までって言ったから、まあ15まで待つでいいんじゃないかなって、はい、まあ今まで待った分あると思うんですけどね、まあ 2,3 ヶ月待てたら15まで待てるやろうとは、はい、思うんで、まあ、話聞いた感じ言い訳男だったからな、ずっと。もうその場しのぎのためのやつだったからな。気をつけてください、じゃあ。はい、まあね、お金が発生している以上しっかりやりましょう。頭パパパパ